はいどうも、B 翔です。今日はアイアンマンマーク4、ネオンテックアイアンマンとスーツアップガントリーセットについて国内でも予約が開始されたのでフィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あと最近はカスタムの依頼も受け付けているので、気になる方は概要欄に貼ってある僕の Twitter だったり Instagram の DM からメッセージをお願いいたします。それでは本題のアイアンマンネオンテックバージョンとスーツアップガントリーのセットについてプレビューしていきましょう。このフィギュア本体のアーマーについては、ベースはマーク4だと思うんですけど、2018年に、一応このネオンテックアイアンマンについては発売されていて、当時発売されたものと同じかなというふうに思いますね。過去作の公式ページ見るとアミアミ限定というふうにあったので、発売限られていたのかなとも思うんですけど、今スタチトイズの在庫を見てみると、一応ね少なからず在庫ありそうなので、一応まだ購入はできるようです。そして、スタチトイズで売っている過去作のこのマーク4のネオンテックバージョンについては9万8000円ということで割高ではあるんですけど、今回ガントリーセットもトイサピエンスでは予約価格9万8000円ということだったので、新品の再販に加えてガントリーがつくと考えればね、今回新品を買う方が、断然お得に感じるセット内容じゃないかなとも思います。そして見た目に関しては、やはりこのネオンテックバージョンねかなりかっこいいとは思いますね。この青く光るネオンテックの模様は蛍光塗料が使用されているそうなので、暗闇でも、特殊なライトを当てることによって、より一層光るようになっている点もかっこいいかなと思います。付属はしないらしいんですけど UV ブラックライトを使えばこの青い部分の模様を光らせることができるようです。このネオンテックの見た目っていうのはねかなり初見だと惹かれるんですよね。僕もこれまで何度かネオンテックシリーズのアイアンマン揃えたいなと思っていたこともあったんですけど、過去作で値段が高くなっていることだったりとか、よくよく考えた時に、やっぱり劇中に登場するものを揃えたいなというふうに思ってちょっと購入していないのが現状です。で、去年だとマーク50もねこのネオンテックバージョン発売されていたんですけど、トイサピエンスのイベントだったりでもかなり在庫余っていたりとか、手に入れるチャンスはいくらでもあったんですけど、買わなかった理由っていうのは、やはり劇中に登場するものを揃えたいというような思いが一番の理由でした。付属品に関しては今回ミサイルポッドの付け替えパーツだったりとか、映画のシーンを再現できるような腕から伸びるレーザーのエフェクトパーツが付属しているようですね。これらの付属品に関しても今回のネオンテック版専用のカラーリングになっているので、一味違った見た目を楽しむこともできそうですね。さらにアイアンマンのパワードスーツ系のフィギュアではおなじみではあるんですけど、両足のアーマー裏にあるフラップだったりアーマー背面のエアフラップは今作も開閉するギミックがありそうです。なのでいろんなポージングをね取らせてもかっこいいんじゃないかなと思いますね。もともと1ヶ月ほど前に、このフィギュア上海限定として発表されていて、その上海限定のフィギュアの付属品としてはマスクと胸のアーマーが一部透明になったパーツが付属していたんですけど、やはり上海限定版という記載通り今回トイサピエンスで発売されるものには付属しないようですね。一応その上海限定の付属品についても少し触れていこうと思います。それがこちらなんですけど、一見かっこよくは見えるんですけど、マスクのパーツについてはちょっと冷静に考える必要があるかなと思いますね。で、僕以前マーク3だったかな、それのホログラフィックアイアンマーを持っていたんですけど、そのフィギュアの欠点として、全体がプラスチックの半透明なパーツが使用されていたんですけれども、特にマスクの部分ですね、目の部分光るようにライトがついていると思うんですけど、あのライトの構造が顔の中心が光るような、LED ライトが一つっていう風なね構造だったんですよね。なのでマスクがね透けることによって一つ目に見えてしまうという残念なポイントがあったんですよね。ものによっては違うかもしれないんですけど、アイアンマンのマスクの中に内蔵されているライトっていうのが、先ほども言った通り顔の真ん中に一つついているだけで、両目が光るようには作られていない場合があるので、今回のフィギュアもそうだとすると透けている部分から光が漏れたりとか、一つ目に見えてしまう可能性があるのかなと思いました。発光させなければ特に気にならないギミックかなとは思うんですけれども、やっぱりね写真を撮ったりだとか、一度は光らせてみたいというような気持ちあると思うので、そういった時にねちょっと違和感が生まれてしまうかなとも思います。ホットトイズ自体に、基本的には外見もすごくかっこよくて、いろいろな可動ギミックだったりとか素晴らしいフィギュアが多くを占めているんですけど、そういった細かい部分をねもう少し改善してくれればさらに良くなるのかなと思っちゃいますね。なのでそういったデメリットも踏まえると、これらの上海限定とあるパーツについては、特に今回ついていなくてもいいかなと僕は思いました。そしてフィギュア自体は全高約32センチということで、このフィギュアも大キャスト製ということなので、フィギュア単体ではね大きさとかも他のアイアンマンシリーズと同じくらいになりそうです。続いてスーツアップガントリーについて見ていきましょう。ガントリーのタイプはこれまでも何度か商品化されているものと一緒で、カラーリングだけネオンテックに合わせた仕様になっています。アイアンマン自体マーク4がベースなので、仕方ないかなとは思うんですけど、このガントリーに関してはねそろそろ引退でいいんじゃないかなと思いますね。僕個人的にはマーク6が好きというのもあるんですけど、この丸いシルエットのスーツアップガントリーに惹かれるので、今後ねマーク6再販されるかとかまだちょっとわからないんですけど、もし再販された時に、このスーツアップガントリーもついていたら嬉しいなと思いますね。そして
今回ガントリーの大きさに関しては高さ40センチ、横幅60センチ、奥行きが30センチという記載があるので、まあ、やはりかなり大きいなと思います。まあ、ただ来年発売予定の4分の1アイアンマンのガントリーの大きさが高さ63センチ、横幅75センチ、奥行きが36センチという風な規模だったと思うので、まあ、それに比べればね、やはり飾りやすいサイズかなとも思いますね。まあ、このガントリーの可動域についても可動箇所はアームだったり床面だったり、まあ、かなり細かく稼働するようで、まあ、公式ページの記載を見ると全体で80箇所以上の稼働ポイントがあるようですね。この数ね、本当にすごいですよね。まあ、大きなパーツからかなり細かいパーツまで稼働すると思うんですけど、写真を見るだけではどこがどこまで動くのかとかあまりイメージができないくらい可動域多いなと思いますね。まあ、細かいパーツとか多分多いと思うので、いろいろ動かすのはちょっと怖いんですけど、まあ、ロマンが詰まってるというか、まあ、このメカメカしい感じはね、ファンにとってたまらないんじゃないかなと思います。他にもケーブルだったりワイヤーのディティールを忠実に再現していたりもするらしくて、まあ、アームの先端についている可動式のロールによって、まあ、前腕部のアーマーだったり胸部のアーマーですね、あとはヘルメットの着脱を補助してくれるような様子を再現することもできるようです。まあ、このガントリーベースについてはライトアップ機能もついているとのことなので、まあ、まるで映画のワンシーンのようなね、様子を再現することもできると思います。それでは続いて予約情報について紹介していくんですけど、まあ、現在トヨサピエンスの方では予約が解禁されているようでした。今後スタチトイズだったり、まあ、他のサイトでもね、予約開始されるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、気になる方はこまめにチェックしてみてください。まあ、トヨサピエンスの予約価格については、まあ、先ほども言った通り価格は98,000円、発売時期は2023年の6月となっていました。まあ、価格はやはりこのくらいかなと思いますね。まあ、一応比較対象としてスタチトイズではまだ予約受付している4分の1マーク4のスーツアップガントリーセットと、まあ、過去に発売されていてまだ在庫がありそうな6分の1ガントリーセットを比較するとこんな感じですね。まあ、スタチトイズなので比較的価格は安いんですけど、4分の1のセットで116,150円、過去作の通常カラーの6分の1だと118,800円ということで、まあ、サイズや色の違いはあるにしてもう全てそこまで差はないかなと感じますね。まあ、いろいろと条件は違うので比較対象としては微妙なんですけど、まあ、今の時期にこの3体で迷うのであれば僕は4分の1フィギュア、まあ、スタチトイズで買うっていうのが一番いいのかなというような気がしますね。まあ、飾るスペースとかはね、限られると思うので、まあ、後から考えるとして、まあ、4分の1アイアンマンとしてはね、本当に文句なしのセットだと思うので、まだね、迷ってる方は過去作のこのフィギュアぜひ検討してみてはいかがでしょうか。そして発売時期については2023年、来年の6月という風な記載となっていて、まあ、結構先になりそうですね。まあ、海外だと発売近かったと思うので、まあ、もしかすると来月のコミコンとかで発売来るのかなと思っていたんですけど、まあ、可能性はちょっと低いのかなと思います。まあ、もしかするとね、サプライズ的な感じで、まあ、数量限定にはなると思うんですけど、まあ、コミコンだったりでも売られる可能性はなきにしもあらずだと思うので、ぜひ、まあ、ね、足を運んだ方はチェックしてみてください。ということで今日はアイアンマンマーク4のネオンテックバージョンアイアンマンとスーツアップガントリーセットのフィギュアプレビューと役情報を紹介しました。まあ、ここ最近本当にアイアンマンの発売多いですね。シーハルクだったりとかミズ・マーベルとかね、あとホークアイもそうなんですけど、まあ、全く新作が出ない中でこうやってアイアンマンがね、登場し続けるっていうのはね、本当に、まあ、よほどな人気なんだろうなというような感じがしますね。まあ、ただやはり Facebook で、まあ、海外の人の反応とかを見ていても、まあ、嬉しい声もある一方、またかっていうような声もね、聞かれるので、まあ、目新しさに欠けると思っている人は、まあ、僕以外にもね、意外といるんじゃないかなと思います。まあ、次はね、どのアイアンマン再販されるか今から予想してみるのも楽しいかもしれないですね。で、まあ、僕が今可能性が高いと思っているのは、まあ、サンディエゴコミコンで展示があったマーク6の4分の1サイズな気もするんですけど、まあ、大人気のマーク7もね、近々来る可能性はあるのかなと思ってます。まあ、皆さんの意見もね、ぜひコメント欄とかで聞かせてくれると嬉しいです。ということでこの動画ね、今回参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ、あと概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、まあ、そちらのフォローもね、ぜひよろしくお願いします。冒頭でもお伝えした通りフィギュアのカスタム依頼も受け付けているので、まあ、気になる方はね、まあ、お気軽に Twitter だったり Instagram の DM でお問い合わせいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。